おはようございます。スミワインです。時刻は今28日の6時51分ですね。今日はちょっと朝早くからフォルマールから、セールという場所に行くために一回ストラスブールで降りてパリまで行って、そこからパリで乗り換えてオセールまで下ってくる予定です。フランスは一回パリに行かないとちょっと各地に行かないので、一回パリまでとりあえず移動します。さっきまで、リフレに車でフォルマール駅まで来てもらって、今日でリフレのお家にお世話になるのは一旦終わりですね。いろいろ連れてってもらったりしてもらったので、また改めてありがとうございますっていうのを送るんですけど、今日も朝早くから送ってもらっちゃったし、よいしょ。ということで、まあ、とりあえずパリまで、まあ、パリ3時2時間ぐらいしかいないんで、ね、すぐ乗り換えるんですけど、特に何もしないんですけど、とりあえず目的地まで移動しようと思います。明日からはシャブリのセルバンのお家に、年明けの3日までお世話になる予定です。ということで、とりあえず電車があと10分ぐらいで来るので、ちょっと待とうと思います。今オセールに行く電車に乗ってたんですけど、まあ、ちょっといろいろあって一駅乗り過ごしまして、次の駅に今降りてるんですけど、そういう中ビンフセルみたいな、見えるか、まあ、こんな感じの片田舎の場所に今降りてるんですけど、まあ、オセールまでは今日中に行かないといけないので、今ウーバーか、まあ、次の電車がね、少なくとも5時半には出るので、まあ、あと3時間ぐらいとかね、まあ、3時間、まあ、時間潰せばいいんですけど、最悪行けはするんですけど、できれば、まあ、もうちょっと早くに行きたいので、ウーバーとかを見てるんですけど、まあ、見てるっていうか、まあ、予約はしたんですけど、まあ、やっぱあれですよね、田舎だから全然タクシーないですね。ウーバーは、まだ周辺ドライバーの検索中でずっと動かないので、どうしようかな。まあしょうがないか、電車待つしかないな。いや、コインランドリーとか行きたかった。くそ、まあ、いや歩いてもね2時間ぐらいかかっちゃう。まあとりあえず電車を待とうと思います。くそ田舎。ということで、また何かあったら動画は撮ろうと思います。はい、今この動画から、でもそんな今は3時51分なので1時間経ってないぐらいですが、無事ホテルに着きました。ヒッチハイクしましたね。人生初ヒッチハイク、よかった。れて、あ、めっちゃ疲れた。人生初ヒッチハイクでしたね。フランスで初めてのヒッチハイクをするとは思いませんでしたけど、まあなんとかたどり着けてよかったですということで、まあちょっと休んでから明日の11時半にはセルバンのお迎えが来てくれる予定なので、今4時ですけど、まあちょっと見回ろう、ちょっと街に出てみようと思いますということで、また街に出たら動画は撮ります。はい、30分ぐらい一休みして今ちょっと外に出てきました。ちょっとね2週間休み中
学校が休みなんですけど、その間はずっと外にいるので、今持ってる分の下着を持ってきた、下着と服とかね持ってきたんですけど、ちょっと一回洗濯をねしたいので、近くのコインランドリーに向かって歩いてます。なんか一応近くにはあるらしいんですけど、使えるかな、やってるかな。まあなかったらね、明日しゃぶりなんで、まあセルバンのところのを借りるか、しゃぶりのコインランドリーに行くかすれば大丈夫なんですけど、本当はねこの街もあの教会とかがねあるらしいので、もちろんね教会とかが、まあ、どの街にもちっちゃいのでもあるんですけど、この街は小さい街の割に、なんだっけかな、なんか母からちょっと送られてきた強力な教会権力があった町。あ、なるほどね、まあ、ちっちゃい町なのに権力を持った人たちがいたから教会がでかいんだ、まあらしいので、でかい教会とかもあると思うんですけど、まあ、なんせ電車を乗り過ごしピッチハイクで来たんで、ね、本当はもう2時ぐらいには着いて、パパッと洗濯だけして、まあ、街うろうろしようと思ったんですけど、いかんせん着くのが遅れちゃったので、もう5時ですね、もうすぐ、まったく、まあ、ただ着けたのでね、いいんですけど、とりあえずコインランドリーを目指してるんですけど、本当にあんのかこれ。あ、建物なんか、あ、この、あ、あった、あとはやり方がわかるかどうかなんですけど、コインランドリー自体は今本当大して変わらないんですけど、洗剤とかもね買わなきゃいけないので、8時までやってるのかな、ちょっととりあえず回そうと思います。はい、今洗濯物とか物々ね預け終わって、ここか、まあ結構時間がかかるので一旦外に歩いてみようと思います。そこで、こうあっちの方に教会あったり、でかい川があったり、クリスマスマーケットみたいなのはやってたかどうかわかんないですけど、まあ、もう終わってるはずなので、こっちは、ね、28日なので、まあでもまだイルミネーションみたいなのはちょっとあるんで、まあ広そうな道を歩きながら、軽く、うわ、でかい教会だ、軽く観光とかしようと思います。ヒッチハイクは怖かったけど、なんか一皮むけた気がしますまあしなくて済むのもちろん一番なんで、
親指上げて止まってくれるまでが長かったんですけど、最初1台止まってくれておばあちゃんで大勢で行きたいって言ったら、まあ逆、私はそこ行かないからごめんねって終わったんですけど、そこから30分ぐらいヒッチハイク続けて男の人が乗せてくれたっていう感じですね、ヒッチハイクは。まあこっちの方のヒッチハイクは、まあこっちの方というかフランスでしかやったことないんで日本では知らないですけど、なんか無視する人ももちろんいるんですけど、当たり前ですけどいるんですけど、なんかちゃんと手を挙げてごめんねみたいな感じの仕草とかもしてくれる人は多いので、まあまああったかいといえばあったかい人たちなのかな、ヨーロッパの人たちもね、冷たくはないですね。日本ではどうだろうな、しないんじゃないかな、みんな手をバッてあげてごめんねみたいな。パティスリーもあるな、しないんじゃないかなと思いますけどね、どうなんだろう。ブラッセリーもありますね。今は何も調べてないけど、マップとか何も見ないで適当に歩いてるので、まあ何かあればいいな程度ですけど。まあ今向かってる道を歩いていけば街の中心地に着くのかな。分かった、中心から近くてホテルが、これでホテルもマジで変なところだったら最悪や。よかった、あのヨーロッパって感じですかね、街並みとか雰囲気は。微妙にまだディナータイムもやってなくて、コーヒーとかしか出てない時間帯で、でかい教会が行こう。ちょっと路地道だけど、一応クリスマスの、まあ、多分今月いっぱいはクリスマスのこういうイルミネーションとかあるんじゃないかな、分かんないけど。今日は木曜日ですけど、びっくりするほどの人もいなさ、てかオセールこんなにちゃんと発展してるのに、なんで一息だけいたのかよくわかんない気は、こんな遠い中だったんだ、なんもなかったぞ無人駅で。すごい話じゃん。教会があります。入れんのか、めっちゃ暗いけど入ってみるか。閉まってるか、入れませんでした。まあでかい教会もありますと。あっちの方かな、
ちょっと歩いてみようかな。いや、まさか朝から、もう朝6時前に起きてリフレのところを出発して、まさかヒッチハイクをする日になるとは思わんかった。まあ、もはや人生経験ですね。結果ですけど、まあ、危ないと思うんでね、ヨーロッパね、アジア人は若く見られるから。今僕は24ですけど、まあ、多分人によってはもう20歳とか随分若く思われても、アジア人っていうだけで結構若く見られるので、まあ危ないといえば危ないですけど、本当はねしないで済むならばしない方がいいんですけど、もちろん。お昼パン2個しか食べてないから、分かったな。チーズ屋さんとかもありますね。あ、どうしよう、お腹減ったな。もう5時か、なんだかんだ。まあ、課題とかも今日はやろうかなと思ってる日なんですが、できるうちにね終わらしちゃいたいので、何もないかな、こっちは。何もないことはないけど、いや、こっちこっちしたかった、せっかく来た街なのに。あ、でもあっちのクリスマスツリーがあるか、ちょっと一応行ってみるか、まだ全然時間があるから。なんでこんな家みたいなのがいっぱいあんのにな、なんでこんな人がいないんだ。今日夜はどうしようかな。さっきバーガーキングあったんだよ、まあ、それでいいかな今日。ご飯がね開くのがやっぱ7時とかなんで、開くっていうか始まるのが7時とかだから、まだあと2時間もね、ディナーまで待たなきゃいけないとなると、ちょっと今日はしんどいから適当に済ませて、今日中にねバカンス中の課題はできる限り終わらせたい気持ちですけど、だからそうしようかな。明日もね11時半からなんで、あ、半からじゃねえよ、11時半に
セルバンが迎えに来てくれるので、まあ、だいぶ朝もねゆっくりできるので、まあそうだね、今日はもう適当に済ませて、はあ、ゆっくりして課題でもねやってホテルで過ごしてますかな今日は。お疲れだね。ツリーもうちょっと近づいてみるか。クリスマスツリーね、橋も渡ってみるか。渡ったよね、橋。あっちの方でね。ああ、あっちか。あっちの方にもね、教会っぽい。うん、でかい教会みたいなのがありますね。まあ、明日朝頑張って起きれば行けるけど、みたいな距離だな。ヨンヌ川らしいです。でかいの、横幅もあるし、船がいっぱい止まってます。普通にでかい町や。オセール。ヒッチハイクに乗った男性の方は、まあ、普通に親切でしたね。ワイン好きかとか、ワイン好きなら近くにシャブリがっていう街があるからぜひそこに行きなとか、日本人がやってるレストランもあるからおすすめだよとかいろいろ教えてもらいましたね。いい人だった。普通に怖くて緊張してたからレストランの名前忘れちゃったけど、まあなんかでもシャブリに1個あるらしいですね。明日からセルバンの多分セカンドハウスに住まわしてもらう予定ですけど、まあ多分一緒に出かけるとかなんか見るとか、でもそういうのは特にないんじゃないかなとは思うので、明日11時半からだから、まあ、わかんないけど明日明後日とか休みか、まあいいや、まあ何しろブラブラ見て回ろうとは思うので探そうとは見てみようとは思います。まあ、しゃぶりは来年もまた行くからな。どうせっていうか絶対急がなくても大丈夫だな。まあとりあえずあとはこんな感じの路地裏じゃないけど路地道みたいな感じなのでね、家は全部ヨーロッパっぽいですね。さすがにヨーロッパだけど、あもうダメだ、もう今日も疲れたわ。今日は疲れました。もうヒッチハイクね、
電車気をつけよう本当に。もしフランスに来る方がいらっしゃったら、次都市の駅を1個でもね乗り過ごすと本当にびっくりするぐらいの田舎に降ろされるので、もうタクシーもウーバーも頼みながらヒッチハイクしてましたけど、ウーバーのタクシーなんかね全然来ないので見つかりませんでしたみたいなエラーがね出ちゃうので、ぜひ、ね、お気をつけください。普通の過ごさねえかということで、なんかハンバーガーかなんか買ってこようと思います。一旦止めます。はい、ホテルのすぐそばにバーガーキングがあったんで、もうそこで買ってきちゃいました。もう初めてかもな、何気にバーガーキング。はい、ということで今日はアルザスのリーフレの家からとりあえずオセールに移動してちょっと観光するだけっていう予定のはずが、まさかヒッチハイクまでして、結構遅くなって着くことになるとは思いませんでしたね。まあ、服も多分食べ終わってちょっと、まあいいや。ということで明日はからはシルバンのセカンドハウスかな、多分でちょっと住まわせてもらって、1月の3日までシャブリにいる予定なんで、またシャブリはシャブリで動画は撮ろうと思います。今日はもう食べてゆっくり休みながらホテルで過ごそうと思いますので、今日もありがとうございました。無事に今生きてるので良かったです。今日はもう終わりにしようと思います。ということでありがとうございました。